宮城教育大学附属小学校は宮城県仙台市青葉区上杉6丁目にある国立小学校である宮城教育大学の附属小学校である宮城県内では唯一の国立小学校である同一敷地内南方には宮城教育大学附属幼稚園があり小学入学者の約半数が附属幼稚園出身である附属幼稚園出身者にも 外部幼稚園からの入学者と同内容の入学試験が課せられるものの、現在は希望者全員が小学校に入学可能である。付属幼稚園以外出身のものは簡単な知能検査のほかに抽選を行い入学者が決定される。同一敷地内に宮城教育大学付属中学校が併設するため、以前はほぼ全員が同中学校に進学していたが、近年では 私立の小中学校の台頭や、また、中高一貫教育の仙台私立仙台、清涼中等教育学校や宮城県仙台に課中、学校、高等学校の新設に伴い、付属小学校から付属中学校への内部、進学離れも進んでいる。なお、付属小学校から付属中学校に進学するときに入学試験が課されるため、成績の悪い生徒は卒業後、 宮城教育大学付属中学校へ入学できないことになっているが、実際に中学入試で不合格になる例は極めて稀である。同小学校の児童が他の中学校を受験する場合、その合否に関わらず付属中学校への進学が認められない。近年では20名程度が首都圏の名門中学や、整理中、二課中へ外部進学している。幼稚園、小学校、 中学校が同一敷地内にあるが、各校の交流はほとんど行われていない。夏と秋の年に2度の避難訓練のうち秋の避難訓練を参考合同で行ったり、中学校の保育の実習を幼稚園で行う程度である。また、教育大学付属校のため、公開研究会などが行われるが、その際は各学校間でパイプ椅子の貸し借りが行われる。 小学校は明治7年創立である。校歌も厳かな歌詞であり、比較的厳格な教育が行われている。一方の中学校は新生中学校として戦後に創立されたためか、校歌もほがらかなメロディであり、比較的自由な校風となっている。校舎の北西部には仙台市立上杉山中学校があり、付属中学校を挟んで西隣には東北大学農学部、 付属幼稚園を挟んで東隣には宮城県立資格支援学校、宮城県資格障害者情報センターがあり、本校がある地域は複数の文教施設が密集する文教地区である。近隣にある上杉山通小学校は歴史も古く、仙台市内の両家の子女や著名文化人、スポーツ選手の指定が通学するなど、付属小学校と並んで、 仙台の名門小学校の総壁と称され、また付属小学校生の多くが進学する、付属中学校と上杉山通小学校の卒業生が進学する上杉山中学校は、共に市内有数の進学実績を誇り、その上治安も良好という、に通った性格を持っているためか、付属4公園が所在する上杉地区は、近年では教育熱心な家庭が、 子供の小学校入学を機会に、上杉地区は仙台市内から上がって転居する名門文教地区となっている。こういった家庭をターゲットにした近年の上杉地区における財閥系マンションディベロッパーのマンション新地クラッシュが続いた。宮城県庁、宮城県警、仙台市役所近隣学区に持ちいの都心部にあるにもかかわらず、 仙台市内一の小中学生の居住割合の多さを誇るのはこういった背景から来るものであると思われる。そのためか付属公園付近は複数の学習塾が林立している。付属小学校、中学校では自家用車での送迎を禁止しており、児童、生徒はほぼ全員バス、地下鉄、JR 仙山線を利用して通学している。 自家用車での送迎が禁止されている理由は、付属池田小事件の影響で自動車の校内道路への入港を制限していること、周辺道路は狭い道に歩道を整備しているため、送迎による駐停車を行うと近隣住民に迷惑がかかるからである。学校へのアクセスが最も便利なのは仙台市営バスで北六番町通りに毎時6本、あたごか杉通りに毎時4本のバスが、 設定されている。JR、地下鉄の最寄り駅もそれぞれと補充から15分と比較的近く、交通の便は市内では比較的良好な部類に入る。ありがとうございます。